木村拓人塾長がバチスローで対戦。勝負は3回行い、1回の表塾長、1回の裏魚拓といったように野球のように進行します。毎回助っ人を呼んで乗り打ちした合計サマイがそれぞれの得点となり、勝敗は勝負ごとではなく3回のトータルサマイで決定。一発を狙うのか手堅く立ち回るかは勝負の展開、そして助っ人次第です。実戦ルールは軍資金自腹の乗り打ち勝負、制限時間は7時間、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。果たしてどちらが勝利するのか。魚拓塾長のスローモン。今回は第3試合助っ人決定ドラフトです。さあ、はい、第2試合が終了しまして覚えてますか結果。塾長チーム、はい、何枚でしたっけ。マイナス1745枚。はい、私のチームがマイナス1109枚ということで、私の勝利636枚差でよしっていうか、勝ってたよね結構途中まで。なんかミラクル、うん、あのミドリドンの70何連ちゃんがあって一発当て、根岸くんがしっかり勝って、うん、あれだけっすあのまぐれまぐれでこう まともじゃないですか。マイナス1109枚。ああ、まあまあ、でもそうですよ、3回打ってこれだったらまあまともはまともですよお前ら誰だって話ですけどこれでマイナス1000枚でまあまあ、ね、まともって誰だよ、まあまあ、何なんだって話です。そうですよ、俺でも分かってるんですよ、ね、マイナス両方マイナスがあった理由は、うん、ゲストが悪いですよ確かに助っ人悪いですよ。あれそうだよね、俺たちだってそうだもんね、勝たせてもらう立場の人たちだもんね。何やってんだお前ら、俺らが悪いじゃないですよお前ら何やってんだ。そうだそうだそうだよねだはい、ゲストが悪いということで、じゃあ次これ、はい、第3試合。はい、第3試合まだ知らされないんですよ。そうですね、はい、果たして誰がね今回はメンバーに入っているのか。1人ずついきますか。いきますか。まずじゃあ俺ちょっと怖いんで、はい、とりあえずあのカメラに向けてこれ光りますお願いします。おお、いいじゃないですか。イエス楽楽でおなじみのおお沖ヒカルさん。沖ヒカル先生がまあちょっとダジスキルはどうかっていうところはありますけどね結構適当な方じゃないですかまあキャラ重視じゃないですか。まあまあキャラ重視、ね、はい、で、はい、2人目続いて。あ、来ましたよ。これもう腕はなんでピュアリアスパチンコじゃないですか。これなんか、まあ、汚ねえな、これ夜のベッドとこう系じゃないですか。実名じゃびっくりします、でかくて。あー、はいはい、あー、まあね、うん、上も横もでかいですよ。でかいおられるよ、本当にもはい、はい、3人目出たー出ました、話題の愛しい、ね、ました。ただまあ、腕は確かですからね。ジュースも買ってくれるんでしょあのおじさん何でも買ってくれるんで、何でも買ってくれるんで、ね、もう腕は確かはい、ね、はい、4枚目がこれです、ね、4枚目はい、来ました。まあまあ恒例のミスター X、 愛しいんじゃない。そうですね、伊藤先生は今回もう確定し して、ね、さらにミスター X っていうことは、これも、はい、あ、これはもうオールマイティですね。オールマイティ、まあ、オールマイティ、はい、多分これが怪しいんですよ最後は。またやだな、ピアマットお願いしますジョーカー的な、うん、いや、ジョーカーというか最強だと思いますよ、この人。あ、最強の助っ人ですよ。にん、出ましたルーキーさんから。うわ、下手なおっさんじゃないですか、これ。いや、やられる喧嘩最強ですよ。街道界最強の男ですよ。喧嘩は一番強いです。こう、もうルーキー酒井かレビンかって言われてますからこの業界はねえ。なんでさ、いや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 、どうぞどうぞ、いやいやいやどうぞどうぞ、じゃあ俺がダチョウかおったし、いや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 、もうルーキー酒井さんですね。ということは、まあ、ミスター X とオールマイティを除くと、はい、酒井さん、はい、琵琶湖、琵琶湖都心に都心大きかる。今酒井さんだけ3つけましたね。それは待って絶対チェックします。怖いもんね、はい、じゃあここからこの、はい、まあ、6枚ですよね。6枚、はい、ドラフトで、ドラフト恒例のドラフトで今日は気合入りそうですね。だって一番最初もちろん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 これでしょ。それさん付けで呼ぶような大先輩。その要はあれですよね、面接したのだって。そう、俺酒井さんじゃあもう恩師じゃないですかね。これはもうお譲りしないと。だから5ランプ使ったら取れるっていうですよね、ビッグだったら。そうそうそう、
だから最初に、だから俺光らしたくないですね、むしろ。わかるわかる。で、まあまあまあ。お前俺とんねんすか。今ちょっと似てました。似てました。ちょっと似てましたね。はい。すぐ、はい。ドラフト会議。ドラフト会議。始めたいと思います。はい。スロモン。スロモン第3試合の助っ人を決定するジャグラー早掛けドラフト会議がスタート。果たしてどのような組み合わせとなるのでしょうか。ビッグを引いたら、好きなのを1枚選べて、うん、バケを2連続で引いたら、うん、引いたやつを返さなきゃいけないってことですよね。そうそうそう。これあれとか言わなくていいですよ。リトルさんがどうこうとかそういうのは言わそうと思って言ってるんじゃないのだって俺毎回そう受け止めてるけど俺はそれはもう誘い水だなって 誘って言うんだろうなっていうねもういい加減しつけって言われましたよ俺もこの間イベント行ったら誰だよリトルさんってだって知らねえもん誰も知らねえもん今の時なんか知らないですねまあ僕らの頃はスーパースターでしたけどねいやそれほどじゃないですけど冷静に考えると今回の助っ人って引きだけのやつばっかっすねあと喧嘩強い一人喧嘩守ってもらえるよあのホールでトランプの時に大丈夫なんかな大丈夫ですよでも琵琶湖さんは割とあれじゃないのだってあのしっかりした人じゃないのしっかり、まあ、なでも、うん、あ名刺あるんでしょだってガラスのハートっすよあ結構弱いの弱い弱いっすああやってなんかこう、うんうんうん、強そうに見えて、うん、相当弱いっすよあ乙女な感じなんだ、うん、だから守ってあげてください俺が俺が、うん、なるほどねもし、うん、オールマイティーを手に入るとするじゃないですか、うん、オールマイティが、うん、誰にしますだ候補今考えてる候補ねうーん誰かな誰がいるんだろう俺もあんまりねこういう関係が広くないんでねあのじゃあ個人的には好きな人がいる、はい、好きな人がいい好きな人がいるいるでも面識はまるでないというえ好きな人いるじゃあオールマイティを引いたら呼びたいと思ってるけど、でも当然女性ですよね。そう恥ずかしい、まあ。男性なわけないですよね。チャーミーさんでどうすんだって話。え誰ですか。いやあの今日パチスロを打った、はい、その麻雀のパチスロで、はい、とても綺麗な人がいて、はい、あこの人綺麗だねって言ってたらちょっと知り合いがおいこの人あれじゃないですか二階堂姉妹のお姉さんですって言われて、俺あの面識全くない知らなかったんですけど。はいはいはいそうそうそうフラッと打った台でちょっとお素敵だなっていうまた食おうってんすかまた食おう俺誰食ったね誰食ったよ俺がまた誰も食ってないよ俺またっすかそういういや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 たまにね最近嫁さんがあの知り合いがこれチャンネル入っててさ、うん、なんかいろいろ話聞くらしいからさまたあれですかガム食っちゃうみたいな、ま、ねえあのキスするかもしんねえからスガム食っちゃうみたいな俺どうしてないからね俺本当にこれ実話っすからねすか 何があるかわからないから一応ガム噛むことは言ったけど実際なんかしたと俺はしないですよそれねえしけ込んだじゃないですかあの変なそうそう、キムさん誰呼びたいの？いや誰にしようかな、オールマイティ。お、萩原正人でいいじゃん。いや、出てくれんだったらいいですけど。ねえ、あいつ好きなんだよね。誰がうまいですかね。梅新か愛しんじゃないのでも。梅新か愛しん。梅新愛しんなんか漫才コンビじゃないけど。あの二人はうまいんじゃないの？まあまあまあうまい。あれが違うっつったよね俺たちとはそのやつらちゃんと見てるって言ったじゃん朝、うん、そうなんですよ、うん、さあプロは、うん、いやびっくりしたなんかびっくりしたねついてないけどプロはやっぱ朝うわーって自分の代だけじゃないですよね俺たちそうだもんねさあもう自分の代しかこう見てないですけど、周りをちゃんと見てるんですよ一回だから自分の代に荷物置いてから、うん、鬼武者とか後ろずっと見てるんでしょちゃんとさーっとそう全体の感じを掴んでおくっていうすごいね
誰だろうな。うん、強いやつ呼びたいですね、やっぱね、オールマイティ引いたら。いや、ちょっと待って、あのね、知ってる？ジャグラーは、はい、高設定はチェリー重複は、はい、レギュラーが多いって。それ誰のですか？リトルさん。リトルさん。リトルさん。いや、本当。これみんな常識ですよ、これ。一発目。うん、レギュラー。いきます。うわあ、なじゃねえよ、なじゃねえよ。やらしいわ。今だま無言になったから。だま。無言色っぽいですね。無言色っぽい。よし、勝った。じゃあ誰を引くの？1枚目。誰引こうかな。どっか、よし、じゃあ二階堂姉妹で。オールマイティ？そうっすよ。高橋さん見てますか？しくりかよ。高橋さん見てますか？しくりかよ。嫌みたいですよ。嫌じゃないよ。いや、違いますよ。違う。嫌みたいですよ。俺がびっくりした。ほら絶対いてんのよな。やっぱりほら、ね、さん、今の木村魚拓があるのはやっぱルーキー坂井さんが面接したおかげだからと思って取っといたんです。僕そのね、指定のこの絆を大事に。坂井さん見てますなと思って。坂井さん見てますか？言い訳しまーす。ほら早く当てないとルーキー坂井さん俺に取られちゃうよ。ほら危ない。フリーズ今。あれ？そんなのあるの？いや、嘘だよ。ほら。そんな裏技あったんだこれ。やべえ。化けだって。いや、フリーズで化けはないでしょ。フリーズで化けは。いや、わかんないですよ。あるかもしれないですよ。ほら。あ、次は光ったね。ああ、やられたな。さあ、誰？あ、そうだ。ほら。して実践を。気持ちは一つですよ。気持ちは一つ。ルーキー坂井。あれ美しきしてやよ。いや恐れ多くて坂井さんちょっとね、なんてな、雲の上の存在ですからね。ミスター X 結構楽しみなんですよ、これ誰なのか。でもあれですよ、これを見てる方の中には、うん、誰だよと、坂井ってルーキー坂井だってルーキーって何誰だよっていう、ね、そういう方のために教えておきますと、はい、この前で一番古くて、うん、古い強くて偉い人ですね。偉い人だね。さらに面倒くさい。面倒くさい方じゃないです。言ってますよ。いや、だから本当一番古い人ですよね。まあでもね、気持ちのいい人ですよ。そいいっすから、そのフォローは。フォローじゃなくて、いや俺よく飲み行ったりするから。よくって言いました。何回行ったんですか。3回ぐらい。嘘だ、3回嘘だよ。いや結構行ってるよ本当に。この間サシでも飲みましたよ。怖いって朝6時ぐらいまで、うん、でさ怖いんだよね、バーボンをさロックで飲むのよ。もうちょっと同じことを何回も言い始めると酔いのサインでさ告知音が来てて、あっ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 あもう前兆変質ですよ。まあそういう感じの人です。分かりやすい。だからそういうの気持ちのいい人です。それでもあその前兆にフェイクはないですね。フェイクはない、全部本前兆。常に本気だから。そう、常に本前兆。フェイク前兆なしの。そう、うん、ねえ、坂井さんいくつ？俺一緒ですよ、42ですよ。42歳。俺でもあのルーキー、あ、ルーキーって、あのリスキーさん見た時50ぐらいかなと思ったけどね。あのおじさんは上かなと思ったけど、まあ業界先輩なんで俺アウト先輩って言うけど、なんか怒ってくださいよって。金持ってっからさ。
負けてない。いや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 、よくね、いつも俺のことそうやって言うんですよ。今日だって決めてんじゃないですか、高級ブランドの服で。これどこの服ですかこれ。これどうですかこれ。わかんないね、キムさんが購入した。いやいやいや、やらしい、やらしいわこれ。アルマーニーとかですね。北千住で売ってるアルマーニーだよこれ。やらしいわ。これ光ってるしよ。俺は見てなかった。俺はこれ中から押すんだよね、プロはね。いやいや、いいっすか普通に。よいしょよいしょ。見通しすれば多分止まるんだよねこれ。よいしょ、止まりました。見通し決まりましたよ。強えな。見通し決まりましたよこれ。となったらもうさ、もちろんそのたびにその話するやめようよ。もちろんねえ、いやもちろんですよ。もうもちのロンで誰行くんですか。やっぱりね、でもやっぱり大先輩は取っといとかないと。いや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 、やっぱりそこは先輩ですよね。面接のほらした人そこは先輩でしょ。ということで、じゃあ私は今回あのこう言って琵琶湖、琵琶湖さんいいんすか先輩じゃなくて。いやだからキムさんには悪いなと思って演説したんですよ。中井さん聞いてます。僕演説したんですよ本当にね。さあ次だね。じゃあね、次が大事なところだねこれね。いやえっていうか先輩最後まで残りそうっすね。なんで残るでしょ。いやいや、だって今の木村魚拓があるのはルーキー酒井さんの方でしょ。俺だからそういう意味で言うと、俺は沖ひかるさんがそうなんですよ。あの彼が僕の面接官だったから。あ、そうなんですか。そう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 。沖ひかると、あと誰がいたんですか。その時キラ誠司さんとリトルさんですか。リトルさん。リトルさん。皆さん。すごいよね。自分ですごいすごい言っといてよく振るよね。その時リトルさんいなかったよ。その時リトルさんいなかった。リトルさんいない。いない。あと片岡英一さん。あ、なるほど。3人。ね、ね、そうそうそう。だ今の俺はある意味その沖ひかるさんのおかげでもある。あ、なるほど。そうですよ。その沖ひかると取んないですか。そうです。その、あなたねキャラ強いから食われちゃいそう。ちょっと食われちゃいそうだしね。ちょっとね。もう自由でしょ。フリーダムじゃないあの時も。俺正直、うん、楽なんですよ。あの、まあ、楽ですよ。勝手に終わってれば寝てでも喋ってるんで。そう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 。ああなるほどね。そっか、あれ、あれ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 。まあまあでも酒井さん、ここが見せ場です。酒井さん、酒井さん見て、ここはもうあのキムさんが必ずもうね言ってくれるはずですから。よし、まあ、ここが見せ場ですよ。塾長はあれですよね、沖ひかるに面接で。分かった、もう分かったよ、考えてることが。私は、酒井さんに、はい、ね、となればまあ当然恩人である。愛しい。違うでしょ、恩人じゃないですよ。ジュース買ってくれる人ですよ、ただ大抵。まあだから順当じゃないですか、ドラフトは腕のあるやつっていうか、結構次運命のピークだと思いますが、だって絶対嫌だって思ってますよね、片方は。え、何よ。俺どっちもいいですよ、どっちでもいいです、全然いいです。俺どっちもいい。じゃあこれやりましょう。じゃあこれ好きな方行きましょう。どっちもいいですよね。俺決めていいですか。恩人を取ればいいじゃないですか、どっちも恩人を。あの恩人お互い取れば最後にやっぱギリを通すという。そうですね。じゃあ俺は男の性が、俺意外と大きいからさんはあの恩人ですね。面接だね。面接。面接は誰でしたっけ。誰が面接してキムさんをさ秘書ガイドに採用したの。リトルさんだったかな。リトルさん。リトルさんじゃないよ。いや本当に運命の、うん、これ最後そうですね。どうなるか。何より強いの取ってるよね。
大体ミスター X はいつもプロでしょ。だから分かんないですよ誰なのかが。あれ前回が、前回のミスター X は誰、梅神、その前は伊藤神、伊藤神、梅神、伊藤神、梅神、神がつく人もう一人ですよ。あのそのそのいるんですよ、そのミスター X になりそうな、あ、芯がつくやついるね、いるんですよ、あの友達、熱い人が、熱い人が、熱い人がいるんですよ、どうやってんだっけ、熱い熱いって人がいるんですけど、そう、あの人も芯だね、そうか、一つキーワードになってる芯が、芯がもしかするとだからそのあの芯さん、新さんかもしれないですよ。どうしますよ流行語大賞今年、新かリトルか、新かリトルか年末やろっか本当だよ。でもね最近本当あのルーキーさん、うん、丸くなりましたよ。やっぱ子供生まれるとそういうもんなんですか。やっぱ子供生まれるとやっぱねみんなそうなんだよね多分。まあでも大変ですよ子供は養うのは本当に。今何歳ですか。うち8歳です。小学校3年生、小学校3年生ですね。一番面白いじゃないですか。まあ面白いですね。あ、最近あの武道が大好きらしく、なんかほらあいつ変な顔するじゃない、はいはい、白目向いたりとか、はいはい、したらこの間誰に会いたいなんて話してたら武道に会いたい、武道に会いたい最初出てきたのがベッカム、はい、クリスチアーノ・ロナウド、はい、メッシー、はい、うーん、あとはムドウがお前同列かよみたいなねはあ、でも会いたくしようがないですよ、ね、いますからね世の中にはムドウのファンはたくさん。そうでしょ、結構いますよ。あ、まあ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 それはね。でも会ってけんなりするんですよ近くさいからガム噛まないと。そう、ガム噛まないと。なんて噛むだっけあれ。なんて噛むだっけ。なんかありましたね。あとあの味が長持ちね。香水ガムですよね。そうそうそう、香水ガム。イブイブ。ガムがイブ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 懐かしいね。イブもないでしょ。ないね。ロッテのイブね。みんなついてこれないですよ。若い人が見てんだから。かと思いきや意外と。あの見てる人って割と近い人が多くないですか。あ、年齢層が上の方。そう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 。なんでいちいちあのマナー違反だと思うんですよ人のゴーゴーランプをいち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 覗き込むのは。いや俺だってホールにいたら覗き込まないですよ。ホール、いやホールっすよ。かホールより真剣勝負ですよ。仮想ホールです、ね、さっきから黙ってればひどいっすよ、ね、こんなんだってドイキだよねあーでも俺でもあれだけ見たいな。あのアクエリオンのフリーズとか見たくない。あ、赤なのか、あのスーパーなのか、はい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 、あれちょっと見たいなと思うな。あーでも新鬼武者のフリーズとかは、うん、あー見るかもしんない。見るでしょそんな気になんすか。いや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 、だから普段ほんと辛いんですよ。パチスラさん言ってると気になって見たいんだけど、うん、あー見たらマナー違反だなと思って見ないようにして、でどうしてももう我慢できない時は席を立ててトイレ行くふりするんですよねまあそれ自然じゃないですか。どうしても見たい時はトイレに行くかジュースを買うという。だからそうします。俺はダメです。でも、うん、見ないですね。まあ知り合いだったら見ますよ。見なかったらいけなかったかな。やっぱここは多分もう酒井さんここですよ。恩師にね、恩をやっぱり感じているであろう木村魚拓がここで恩返ししますよ。鶴の恩返しならぬ魚の恩返し。さあとくとご覧あれ。わかりました。よし、いた兄貴酒井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしますスローモン。さあ運命のドラフト会議、はい、終了いたしました。終了いたしました。まあ雑談ばっかりですけど雑談ばっかりですね
ます。グズグズだったね。じゃ早速、はい、メンバーもう一度。はい。じゃあ塾長チームが。おきっからさん。はい。そして琵琶湖さん。はい。でオールマイティですね。なるほど。はい。女性多いですね。ああ、好きっすね。これ。これとこれ。好きっすね。好きっすね。これもね。いや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 。まあまあやっぱ寄ってくるんでしょうね、これだけおしゃれだと。まあ、ね、自然と、ね、ねえ、これ、本当にもう。そうだね、やってくるんですよ。ねえ。大変ですよ。いや、私のチームが、まあ、ゆうき坂井さん。ゆうき坂井。はい。カズ。ってですけど。ね、これ、はい、これね。はい、伊藤慎一さん。はい、スカイパシリさんに、ミスター X と。ミスター X。ここが果たして誰なのか。そうですね。俺としては、怖いんですよ。2人がこう一緒に立ち回ってどういう感じになるのかなっていうのが意外と楽しみだったりして、まあね、基本僕ほら女性には優しいんで、あの割とこうエスコートする感じで、だからこう、まあ、皆さん注目するのはここで塾長がガム噛んだんじゃなくてエンディングで、エンディングでガム噛んだら、まあ、こうやる気だなと、そうそうそう、塾長やる気だなと思ってくれて構わないですね。そうそうそう、でもここでしょ、ここでガム噛むのは、ガム、ここガムと歯磨き持ってきますね。え、彼女なんですか、ここは。いや、わかんないです、まあ、わかんないです、まあ忙しい人ですからね、でここですよね、あとですね、果たして誰だろう、ここは俺自分で選べるわけじゃないんで、そうですね、ミスター X が今回、まあでも愛しん、嬉しんですから、次は熱心ですよ。熱心が来るかもしれないです。さあ、めんどくさいね、この間果たして誰なのか ね、はい、でも今回、でもだってここだけですよね、とりあえず、あとみんな初めてからの出番では。ああ、そうですね、今回ね、そうですね、今回はさすがにこのメンバーで、ええ、マイナスってわけにはいかないですよね、勝ち負け以前に。そうですね、まあまあマイナスちょっとね、ずっと2回マイナス続いてますからね、3戦でまあ8000枚ぐらいくんじゃないですか、プラス8000枚ちょっとハードルだからね。6000枚ぐらいですよ、ね、どうせ足引っ張るから、ね、6000枚4000枚ぐらいしといた方がいいんじゃないかな。4000枚ぐらい下げます、4000枚ぐらい、大丈夫ですか、4000枚。まあでも今まで結構途中見せ場はあるわけですよ、はい、これいけるかもって。俺本気で落ち着いてましたよ。いやいやいや、何ですか、いやいやいや、見せ場はあるじゃないですか。ありましたね、毎回あるじゃない、はいはい、まあそれが2回続けば多分勝てるんですよ。いつも1回しか見せ場がなくて2回こけるから負けるんですよ、これ。簡単でしょ。そういう考え方ですか。いやいや、そういうことそういうこと。果たして今回はどうなるか、はい、どうなるのか。今のところ1勝1敗ですもんね。1勝1敗です。第1試合が塾長、はい、で第2試合が私が勝ちましたんで1勝1敗、はい、そうですね、まあ、どっちもマイナスでしたけど。いやいやいや、じゃあ今度は本当の勝ち負けを。本当ですね、そうそうそう、本当ですよ、もう見せてやりますよ。おお、まあ、プロの立ち回りを見せてやりますよ。そういうこと言うから、あいつは口だけだってなるよね。なんで、あの口だけじゃないでこう今回は目指すんで、はい、まず1回表は、私、はい、果たして誰が登場するのか、はい、下本、はい、さあ第3試合、はい、次回からですね、はい、お楽しみということで、ありがとうございました。ドラフト会議はこれにて終了します。スロモンはいよいよ第3試合がスタート。次回は1回の表、塾長琵琶湖コンビの前半戦をお送りします。塾長はプロの立ち回りを見せることができるのでしょうか。お楽しみに。